はい、それではジェダイフォールオーダー続き遊んでいきましょう。こうやってね、BD は登れるようになったんですよね。あっちに人がいっぱいいるな。ダブルブレードにしといた方がいいかな。ブラスターいっぱい撃たれちゃうだろうからね。で、今回はお酒飲みながらやってます。どこに？なんか変な別の変な近くの人じゃなくて遠くの人に照準が当たってたから。そこまで早くないぞ。あ？あれ？うまく倒せなかったですね。だからね、あの引っかかってる黄色い紐があるのが分かりますかね。あれはフォースプルという、まあ、あの引っ張る能力ね、ジェダイありますけども、まあそれをゲットすればいいんだけども、あ、エレベーター呼ぶことできないんだ。上から、うお、すごいね。おいで。まあ言っとくか。ここね。あれ？ミスった。あれ？確か。合ってるかな。あの先にね、医療スティームがあった気がするんだよな。はい、やっぱりやりましたね。これね、途中で丸ボタンを押すと、これ離せるんで、途中で丸、よし。で、こっち行くとあるんだな。解説動画作っといて忘れましたね。やっぱ分かりにくいんだよね、この辺りのって。隊長、入り口を見つけました。ストームトレーパーが偵察に使ってた中に入る道を見つけたのかも。で、これですよ。こいつのおかげで助かってる。全部お前のおかげだ。氷結のグレープフルーツをね、相変わらず飲んでますね。かわいいなぁ、BD-1。スティームキャニスター、今5個か。最終的にどれぐらいになるんだっけな。8個か10個ぐらいだったと思うんだけどな。そしたら、じゃあまあ、向こうから来たんですけども、向こうに戻ります。はい、こちら戻ってきたんで、進みますかね。なんかバタピー食べてから喉の調子が良くないですね。なんだっけこっち。あー、戻れるっていうかショートカット的なところか。フォースプッシュで壁に邪魔だい。泣けるとなー。向こうのドロイドこっち来ちゃう気がすんだけど、まあいっか。あの人物理攻撃しかできないから、うわこっち来てんじゃん。めんどくせえな。あ、ただこっちに、あ、来れないかもとか思ったら普通に来た。はい、次こいつね。まあやりましたから、向こうの口だけトルーパーはまあほっときましょう。ここ行きたくねえな、あいつがいるから。
何言ってんだこいつ。クソ避けてきやがる。あいつスタミナ結構あるな。うん、さあ止めてみろ。いで、手を抜いているのか。おお、ビディ手を貸してくれ。ただ医療スティームあと3つか。この先瞑想ポイントあったっけな。一応ボス戦なんだよね。ただまあいっか、お酒飲もう。今だ、チャンスは今しかない。逃げ出す作業員が置いていった。彼らはここにある歴史を大切にする気なんかなかったんだ。あ、これはゼホの像かな、顔部分だ。あれはフォースプルがないといけないな。こっちの方、ただフォースの能力ね、カル君の能力って遺跡とかに行かないと思い出さない気がするんだよな。おいで。あれ？あれあれあれ？こっちか。ああ、上の方に登りたかったっていうか、あの上にね、ある何か取りたかったんだけど。あぶね。普通にこうやればいいのか。これなんだろうな、ガラクタだな。帝国軍が使ってたやつかな。任せてください。では、我々は中に入ります。そういうことか。どこに遺跡があるか僕は忘れましたけども、この先にね、あるんだね、多分。うい。うん、ジャンプの方が早いな。あれ、ただ、あれ、ボス戦だった気もするし、あっちじゃねえが、わかんねえな、とりあえず回復しとこう。で、いろいろ行く場所はありそうだな。こっちは違うか。あっちはでも、あれ、下行けるのか。この先だったかな、ボス戦って。あー、いたいたいた。酒飲もう。やはり来たか。ああ、そうだ。名は知ってる。過去も、そして何よりコルドバのこともな。奴はどこにホロクロを隠した。いいだろう。この人どうやって倒すんだっけな。ちょっと待ってくださいね。戦術ガイドに、今の人のがあるかどうかなんだけども、戦術ガイドにはないのか。データバンクにあったりするかな。帝国軍の、いや、データバンクじゃなくてキャラクターか。カルケスティスじゃなくてセカンドシスター。ないな、ないみたいだな。ただまあパリーするっていうのは多分変わんないだろうから。いて、丸ボタン1回だけじゃ回避できないな。いいで。ああ、うん、向こうの赤い攻撃の後に攻撃チャンスがあるね。勝ち目などない。受け入れる。
やべ、パリされた。あぶね。うん、割とダメージ入るね。丸ボタン2回押さないといけないな。おっと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 、何今チッチッチッってやってたよ。どうした、動きを止めよう。うわ、さすがジェダイ。ん、何してんの。あぶね。つい黙っちゃうな、ちょっと真剣勝負というかあれなんで。いてててて、やばいやばい、殺される。あと3つか。おお、かっこいいかっこいい、それ。うん、あぶね。いい、この人の攻撃。ただまあだいたい結構減らせてきましたね。パリーし続けてれば、この程度で効くものか、いけるみたいだし。うん、あぶね。2回攻撃がまあ限界かな、この人の隙は。お、ようやく半分。あ、でもこの戦闘自体は終わったか。ナイスビディワン。学んだか、シアのマイル弟子ほどの才能はないが悪くない。覚えてるのか。何も聞いていないのか。シアは秘密を漏らすのが得意だったが。シアの何を知ってるんだ。弱い女だ。帝国の尋問に耐えられなかった。守るべきパダワンの居場所を吐いたのだ。あの女が言わなければ。私は見つからなかった。私を裏切った。トリラなのか。その通りだ。俺は惑わされない。それはどうかな。自分とパダワンの命が天秤にかけられた時、あの女は自分を選んだ。お前も裏切られる。俺は自分を守れる。それはあまりに甘い考えだ。新しいマスターは闇を抱えている。この私に帝国がした仕打ちを見た時、どんな顔をしたか。あの女は本性をあらわにした。ダークサイドに手を伸ばしたのだ。シアはフォースとの絆を絶った。おお、じき闇を抑えきれなくなりお前を裏切る。ホロクロンを見つけた時、そんなのがそばにいたら。ジャロタパルは何という。マスターの名前を出すな。果たしてかつてのパダワンの慣れの果てをどう思うかな。裏切り者とコソコソと動き回り、大勢の無垢な雛鳥たちをあの女に差し出す。やめろ、絶対に渡さないぞ。私も一度はそう誓った。うん、ということでね、セカンドシスターはシアの、まあ、元パダワンということでしたね。戦術ガイドは、セカンドシスター、
解放されてんのかな。なんかね、ああ解放されてるわ。あんまり意味ねえな。で、シアのまあ元パダワンだったんだけど、まあ言った通りですね、彼女がね、シアさん、シアさん、シアさんが要はパダワンの場所発見って拷問されて、まあ入っちゃったんですよね。で、まあ、んな話は置いといて、だんだん遺跡っぽい場所にね、来ましたね。さっきは本当に助かった。恩人だ。霊廟にも近づけた。よし。回復しよう。さっきのセカンドシスターあんまり経験値入んなかったな。一発でレベルアップするわけじゃないのね。さあ、惑星ゼフォの二つ目の霊廟。こちらですね。他の霊廟とは違う。わからない。嫌な感じだ。ここもまあめちゃくちゃむずいしめんどくさいしなんかいろいろあったんだよね。まあそこら辺はね、初回の動画で出してるんですけども、ね、いろいろね、初回だと手違いというか、なぜ黙ってた？軽く大事なこと話してんな。おお、通信してくる。一体お前があの女に繋ごうとした瞬間に通信を乗っ取った。昔からあの女は通信のハッキングが趣味だった。私も教わった。私はシアの持つ技なら全て完璧に身につけている。おー、セカンドシスターの過去ちょっと読んでみますかと思ったんですけどね、今普通に今までの話が書いてあっただけなんで、読まないと。トリラさんね、結構仲良さげにね、仲良さげってツンデレな感じでね、話しかけてくるんですよね。この BD1 の光が緑になったり青になったりするのは何なんだろうな、これ。お、やってんじゃん。頑張れ。俺は見てるから。あ、死んだ。じゃあ私がやりましょう。こいつの倒し方はね、もう心得ておるのでね。あれ？あれ？ちょっと待て。あれ？こういう、あれ？ちょっと待って。フォースプッシュで、この球体を外すことができるんだけど、普通はね。でもできない。これはフォースプルじゃないとできないのかも、多分。あー、めんどくさいな。ちょっとちょこまかやりまっか。あれあれあれ、うーん、衝撃波みたいなのはかわしたんだけどな。この人上に打ってきて結構厄介なんだよね。もう一回やってみようか。あれ、あー無理か。あー削りきれなかった。よし、この人はフォース、フルゲットしないといけないな。じゃあ、さあここの霊廟ですよ。まためんどくさいんだよね。上に弾が転がってると思うんですが、要はあれを落っことすんですね、ここにね。で、落っことして弾をそこにはめるっちゅうのが、まあ、最終目標になるんですけども。まあ、めんどくさいっすよ、ここは。まあ、よく、クリアしたな、俺って。我ながら思っちゃいますね。じゃあ、進んでいこうかな。次はどこ行くのかな。これこれ。
ここを塞いでた、なんかバラのトゲみたいなのがあるんですが、このろうそくで消えましたね。これをこの遺跡では駆使していくわけなんですが、これらの装置はこの惑星の重力を再現するもののようだが、象徴以外の意味は見出せない。コルドバさんのお話を、続きをちょっと聞いていきましょうか。はい、これですね、ミクトレル。ここは墓所というより、一人の王の権威を示す神殿だ。壊された像の近くに、アストリウムという文字が繰り返し書かれているのを見つけた。このアストリウムは元は広く見られる聖なるシンボルだったようだ。おそらく宝物庫ともつながっていた。ここはまあ磁力を使う遺跡のようで、まあ終始ねこれに、プレイヤーはね悩まされるわけなんですわ。ここで回復する必要もないべ。時間は残り少ないぞ。何のだ。観測の兵がこの墓の奥で面白い遺物を発見した。その秘密を私が今調べている。コルドバはよほどゼフォに入れ込んでいたようだ。練習の棺にホロクロンを隠すほどにな。待ってろ、すぐに止めてやる。遊んでる。彼らの戦闘を見届けてからにしようかな。うわ、頑張ってるね。俺に当たんねえよな。フォースプルゲットできてからでもいいのかな。っていうかもうあれか、俺は取ってんのか。向こうのアイテムボックスが一番のその、あ、死んだ。まあちょこまか動いてればね、普通に当たんないんですよね。こうやって後ろに回り込んで、うん、普通にやれちゃうね。この辺りから進むべき場所はなかったかしら。ないみたいだな。古代ゼフォの遺物だ。彼らの歴史の中でも巨色に満ちた時代だったようだ。巨色の時代、どういうことだ。うん、よくわかんねえな。こっちは特に行く場所はないみたいだから、この破壊したところを進みましょう。あー、めんどくせえな。マジでめんどくせえな。よし、強攻撃当てればね。普通にまあやれちゃうんで、ねどうすんだっけな。そうか、これを起動させるんだな。ありゃ、うん、ほう、これストップして、まあ向こうに渡りたいんでこうしてね、ここ行くわけなんだな。お前を殺したいんだが、でこの人もね多分ね、こっちが攻撃しなきゃ襲ってこないんだよね。だからまあ静かにしときましょう。いて、いて、い、い、この野郎。うぜえあいつ。ここで瞑想するといろいろ敵が復活しちゃうんで、ちょっとやめときますか。もう進める場所割と一択だな。2周目になると分かるけどね、1周目はマジで分からん。ここは中にアイテムボックスあるだけだから、もう取ってあるんだよね。気楽だな。さあ、ストームトルーパー、あ、危な。どうやってここに入ったんだろう。ジェダイじゃないと入れないようなところなんだけどな。
ちょっとね、この遺跡あんまりどこで区切ろう。フォースプール、引き寄せる力をゲットしたあたりにしようかな。お、あのネズミ死にましたね、一発で。このトゲトゲ強いんだよな。墓にどんどん押し寄せてくるぞ。自分では出てこないのか。お前のドロイドが邪魔しなければとっくに片付いていたのに。まあそうかもね。あいつは無視だ。すげえ速さで回るな。こんなところに派遣されるトルーパーかわいそうだよね、マジで。めちゃめちゃブラック企業だよな。一生昇進できないとか言ってる。あ？かわいそう。そりゃ昇進できねえわ、お前らみたいな無能は。さいなら。こっちからはいけないので向こう行きましょうか。この辺りね、パージトルーパーがいたんだよな、一人。まあこの下に突き落としてもいいんだけど。やっぱ来た、あのタイプか。まあ普通にやっちまうか。大振りなんだよね、彼。でも一人で来るんだ。見つけたぞ。舐めてんな。あれ？いや、俺ガードしてたんだけど。おかしくね、今の。結構ダメージ入るな。いてててて。やばい、死ぬかも。ビリー、助けがいる。逃げ回ってないで戦え。死ぬわ。もう一度当ててみろ。何言ってんのお前。はい、終わり。うん、正面から倒せるようになってきたな。一周目はもう正面からちゃんとまともにやって倒したことほとんどないんだよね。いかにして、フォースプッシュで落とすかと、それだけを考えて生きてきたから。正直ね、あんまり強くならなかったんだよね、そのゲームの実力的な話で。そんな情けない1周目だったんですが、まあ2周目はまあいい感じで、ここで隠れてんだよね確か。よく覚えてた俺。で、ここね、この植物みたい、あの植物みたいなのね、こっちに持ってきて爆発させるんだけど、今はできないか。OK。なんか2周目になると本当にいろいろね。これはどうやるんだ。なるほど。向こうに行きたいんだけど、ちょっとこれ止めて、はい、掴んで行きますよ向こうに。はい、降ります。いい感じ。あっち行ったところでなんか意味なかった気がするけど、ちょっと楽しそうだから、あ、ただの帰り道だなこりゃ。危ね危ね。よいしょ。フォースプッシュで。こうやってね、いい感じに殺す方法がちゃんとあるんだよな。よいしょ。結構難しいけど、いろいろヒントとか、まあ、うまい方法とか隠されてるみたいなんで、隠されてるっていうかね、実はあるみたいなんで。楽しそうにやってんな。ああ、ネズミ。
死んでる死んでる。お、半分ほど削ってくれたな、ネズミが。頑張れ頑張れ。あ、ネズミくん死にました。じゃあ僕が、あ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 随分間抜けなことをして、ここどこ、あ、ここか。くっそ、お前のせいだぞ。でもほんとふざけんなよ。ん、スティム渡してくれなかった。よし、さあどこだい、ここは。フィロックがいる。いでいでいで、こいつ肉弾戦超強いな。あと1個か。お前がこの辺境の惑星に関わってくれなければ帝国は貴重な遺物を逃すところだった。本当にそうなのか。オーガー計画の損失はでかいんだろ。ストームトルーパーと作業員など所詮消耗品に過ぎない。ひでえ。そう育てたのはシアだ。ん、下にも行けるし上にも行けるが、あ、ここはあれか。なるほど、来たところだな。もうちょっとだけやっていこうか。さすがにストーリーの進展がないからね。よし、フォースプルをゲットするあたりまでちょっとやっときたいな。ただそこまで行くかしら。うん、ちょっといろいろ考えてね、このあたりでやめとこうかなと思います、今回の動画ね。この先まだいろいろありそうな、ちょっと記憶わかんないですけども、覚えてないから。区切りもいい気がするしね。はい。それでは、次回はこのミクトレルだっけ、ヘルラムだっけ、忘れたけど、この霊廟をね、多分クリアするぐらいまで行くんじゃないかな。うん、はい。それではご視聴ありがとうございました。